皆さんこんにちは、ひろこです。前日お風呂の後に秀樹社長のお宅に伺って夕飯をいただいた後、道の駅に戻ってきました。朝食はいつものようにセレンゲティでホットサンド。お昼から行われるミーティングの準備をします。セレンゲティミーティングのためにレクビーの光一社長がタープを貸してくださいました。ありがとうございます。それから差し入れまでくださったんですが、画像がありませんでした。ごめんなさい、申し訳ありません。なんかさっき見にいらしている方が、それではレクビーの車両をご紹介します。スーパーロング、ハイエースワイドのハイルーフのスーパーロング、はい、オーディオがシートが大きめ、大きなダイネットがあって、収納もたっぷりあって、ここにギャレー、冷蔵庫がありますね。家具がシック。後ろがダブルベッドになってるの。上に収納あるから、こういう下にストレッチがあって、収納がで、外部シャワーがついている。こんな感じ。ここにスライドベッド、1人全員ワイン気象します。トップセールは外側に張り出しの窓がついていて、横に寝るときに寝やすくなっているのかな。はい、トップセール、某の、これはハイエースワイドボディの、標準ルーフの、これは5メーター未満、5メーター未満ですね。はい、ラウンジタイプのソファー、素敵。はい、入って広いです。ここを入ると大きな L 字型のソファーがあって、家具が革とファブリックなのかな。で、乗車もそんなにないんです。後ろ側にギャレーがありますね。ここだけで、あ、ここにテレビがある、素敵。あ、ここにちょっと収納があって、あ、下に FF ヒーターの暮らし打ちがありますね。大野、あ、悪いそうか、二人寂しいよ。あ、ここにギャレーが、目の高かったやつ、ギャレーがあります。え、すごいよ。ここに収納があって、ここにギャレー、こっちに収納があって、でもこれ二人寂しいよ。あ、ここにテーブルが、はい、大野でした。あ、大野横島の方は、はい、オーバーランダー、ハイエースワイドハイルーフスーパーロングですね。はい、行ってみましょう。これが、運転席が倒せる仕様になっていて、真ん中にダイネット、細長いテーブルがあって、上に収納、ここはハイエースの標準のエアコン、収納があって、後ろにベッドがあっ
でダイネット大きな座席がついています。あ、上にパイプがで、よいしょ、はい、後ろにギャレーがあるかな。あ、キッチンが持ち出せる、マルチベッドシステム、これは外部シャワーに使えるのビルやつ、これベッドがいろんな形になって、あ、張り出し窓ではない、プラス MR ミスターっていうのかな、ハイエースワイド標準ルーフ、5メーター未満かな、はい、5メーター未満、はい、あ、家具が素敵、エントランス入るとこの家具の色好きです、ハイエース標準エアコンがあって、あそこにちょっとした収納があって、あら、上の照明素敵、ここは広いダイネット、これがベッド展開なんですね。この生地いいですね。これはカートファブリックかな、これはこの側かな、分かんない、書いてないけど、はい、はい、後ろにギャレーがあって、あ、テレビもついてる、はい、このファーギャレー割と大きいかな、マグイシンクに冷蔵庫がついていて、ここにえ、福山工場2人専用、そうね、メーター10だと立中に入れる場所、なるほど、まあ、ベッドでかいね、ここはこんな感じ、そうですね、サイズも、はい、プラス MR です、プラス LV プラス1、これはハイエースナローボディのハイルーフで、5メーター未満ですね、使いやすそうで、入り口がこんな感じ、あ、これ私好きな家具ですね、このファブリックの感じとか、入ったところにギャレーがあって、丸いシンクがあって、冷蔵庫もついていて、電子レンジがあって、テレビもあります、ね。で、下、これ、無の字のソファーが上に収納があって、あ、上の照明のとこも素敵。で、こんな感じ。この床の感じとファブリック。昨日デジタル並みやる昨日の地型のソファー、で、ここは出窓ではないけれど使いやすいサイズ、はい、プラス SL です、ハイエース、ワイドボディハイルーフのスーパーロングですね、はい、はい、エントランス入って、でここにちっちゃなのが、これもこの家具好きです、ファブリックのこの和風の感じとテーブルがあって、足もトイレがついていて、これは二の字のソファーのタイプ、ギャレーがここにあって、電子レンジもついていて、テレビもあります、あ、冷蔵庫がこの下についていて、丸いシンクで家具が上についていますね、こっち側にも家具、あ、大きなぬいぐるみ、はい、二の字のソファー使いやすそうで、あ、ここになんだこれ、あ、傘立てだ、傘立てのこうマルチルーム付き、後ろに防水なのかな、防水になって、なるほど、ポータブルトイレも開けますと、で、簡単ベッドメイク、ここなるほど、あ、照明ついてる、ルーフスーパーロング大きい、で、手元にはなりたい、はい、プラス DD、 これも、ハイウェイスのワイド、スーパーロングの、ハイルーフですね、で、あ、家具がまたこの和風の落ち着いた家具になっていて、
入ったところに、収納付きのベンチがあって、奥にギャレーがあります。丸いシンク、ギャレー下が冷蔵庫になっていて、あそこに電源ソケットがあるかな。で、上に収納があって、ここスピーカー付きの、標準エアコンが付いていて、2段ベッドですね。2段ベッドと、ここが、対面式の二人掛けなのかな、ソファーが付いていて、あ、私の好きな銀河タイプですね。はい、2段ベッドタイプ。この家具の感じですね。あ、これ FF ヒーターかしら。はい、で、あ、ベンチルと上にマックスファンかな、ついて。あ、後ろがマルチルーム付き。はい、これ防水になってるのかな、わかんない。防水もできるんだね。ポータブルトイレが置けます。あ、この扉だからそう。あ、ここに収納。このストレージが。はい、キャラバンベースイゾラです。これはイゾラのイゾラ、これはナローかな。でハイルーフ、これはスーパーロングで、スライドドア入るとギャレーがあって、丸いシンクかな。ギャレーの下がこれは収納になっていて、お、奥に電子レンジとから冷蔵庫がついています。でテレビがあって、上が収納になっていて、そこにコンセント類があって、でこれは横掛けのソファーと前に対面式のダイネットがついてますね。2段ベッドがないタイプのプチ銀河みたいな感じ。あ、ここにFF ヒーターの吹き出し口があります。で、後ろが、マルチルーム、あ、ここに外部シャワーもあって、下はこれは収納になってる。はい。伸びるシャワーで、防水場になっていて、トイレも置けます。ブースシャワールーム。そうじゃない、標準幅。ナローのスーパーラウンド。5スターセプト、ハイエースワイドの、ハイルーフ、スーパーロングがベースシャドウです。で、入ると、あ、これも運転席と助手席に、こういう後ろ向きのシートをセットすることで対面式のダイネットになっています。ここに標準のエアコンがあって、で上に、ちょっと収納があって、この2列目シート大きいで、後ろが2段ベッドになっていて、ちょっと短めの2段ベッドかな。こちら側に、あ、大きなギャレーが、お、この色渋い。この下なんだろう、収納かな。ここに丸いシンクがあって、あ、上にこれなんだ、電子レンジ、あ、収納かがあります。で、はい、あ、マルチルームがあって、あ、2段ベッドここまで来てる。長さどのぐらいあるのかな。はい、フルフル。あ、ここにちっちゃなシンクもついてる。はい、だからシャワーにもなります。ここ防水、こんな感じかな。トイレも置けるのかな。トイレも置こうと思うとトイレも置けると思います。2段ベッド、3列座席、防水トイレルーム、フロントダイネット、はい、5スターです。横は山田屋さん。はい、カントリークラブ。カントリークラブちょっと有名な、よく聞く名前。ハイエースワイドの、ハイルーフ、スーパーロングです。で、エントランス入ると、左が全部にギャレーがあって、カントリークラブは、和テイスト、洗面ボールがこれ陶器ですね、素敵で、ここはまあハイエースの表示ね。あ、ここに F ヒーターの設置で、向こう側にこれ上部収納なのかな、
パタンって下ろせるようになってますね。でここに大きなソファー、これはソファーで2段ベッドですね。上を上げると2段ベッドになるタイプで、ここに冷蔵庫があって、ここに電子レンジもついて、でここにテレビもあります。ここが、前向きシート、後ろになるのかな、対面のダイネットになるかな。ここにテーブルがあります。後ろ向きにすると銀河スタイルかな。はい、でこの上に収納があります。ここにこれテーブル拡張ブースか、マルチルームがありました。大きなポータブルトイレが置いてあって、後ろは防水、ここに外部車があって収納がついていて、これ照明かな、はい、防水シャワー室付き、簡単に鍋と、まあ、モーター、はい、ドリンクで、ここは空がなかったのは残念ですが、キャラバンベースの車両かっこよかったです。お仲間が集まってきました。次回の動画はセレンゲッティミーティングです。最後までご視聴ありがとうございました。